だけ、3年生の丸葉台のものにつきまして、あとは高継ぎして3年目、去年占いで1個ついて、今年が経ってから2年目です。で標高的には、490メートル。で飯田の方ですから、ずっと南になります。で今年、それこそ昨日とって、丸葉台のな、3年目の木になったのは、ちょうどちょっと一部食べちゃったんですけど、丸葉台についたのがこの状態です。で、高継ぎしたと思うので、ここへ来てから切ったのがこの状態になっています。で、思ったより、高継ぎしたのは、丸葉台の、シナノゴールドの木で、10年目の木で、割と勢いのいい木で高継ぎして、高継ぎした枝は、普通の樹勢だと思います。それほど強くもないし、極端に弱くもないんですが、たまたま、5、6個、10センチから20センチの蝶葉についたのが、思ったより大きくならなくて、この状態でしっかり色は入りました。